904。こんにちは。こんにちは。今日はこれから、ルス君と二人で劇場に行きます。劇場、芝居の劇場です。ロシアの場合結構子供向けの演劇っていうのがあって、待ってってですけど、今日はまね、バイバイ。風刺劇場というところで、まあ、ロシア語でチラッとるサピールって言うんですけども、こういうチケットが、マリシュイ・カルロソン・カトレ・ジビョットナ・クリージェンっていう、カルロソン、屋根の上で暮らすカルロソンっていうんですかね。割と昔からある、演劇ですね。この劇場では私実は20年ぐらい前に見たことがある。そしてテレビでアニメになってます。でこれからちょっとまたバスに乗って移動します。じゃあもうやるな。はい、子供は演劇以上に、ゲームをしたがってますねと、はい、じゃあそれではまたね、バイバイ。またね。はい、来ました。こっちにチャートルサピールに来ました。ねえねえ、これやりたい。入り口鏡、ね、鏡だな。よいしょよいしょと来ました。どっちかな。アンフィテアーテル924что ли, да? Да, 9, да. Пойдемте. Вот. Хай. Самое главное, берём.こんな中です。ではまたお休み時間です。はい、ルシ君どうでしたか？全然面白くなかった。子供っぽすぎたって。ルシ君子供っぽすぎる。マジで。でも結構面白いんじゃないの？全然ダメ。もっと大人っぽいやつの方がいいの？オペラとかの方がいい。オペラとかの行こう、はい、よいしょ、はあ、よいしょ、はい、休み時間でちょっとトイレに。これはガルデロー、こうクロープって言うんですかね、日本に。すごい人がいる。こんなところまで来てゲームですか？ですけど。
ほうほう。どうでしたか、ルス君？あ？どうでしたか、ルス君？ワンセットは？どうでした、ルス君？ちょっと、なんか言ってるっすか？なんか言ってる。何も言えない。それさ、じゃんね、ルス君。はい、子供と一緒に。なんだ、マリッシュイ・カルロスのカトリージュ・ビョット・ナ・クリシュマを見ました。ここのサティーラ劇場でした。12時から見て、もう何時だろう、
2時間以上座ってたと思うんで、子供用の劇としてはかなり長いです。でやっぱ途中で子供がかなり飽きてしまったので、僕も実は昨日オペラ見た後で眠かったりして、ちょっと最後の方寝ちゃったりしました。ただ最後の方はビデオでも残ってますけど、すごく盛り上がって子供も結構面白かった。でも仲間くんの時は実はもうつまんないから帰りたいとか言って、演劇自体まあ元々元になる題材のアニメっていうのはソビエト時代のかなりで、ここの演劇、この芝居自体もおそらく20年以上30年以上は長くやっているもので、やはりその演出とか、スタイル、まあスピード的なものがちょっと古くなっていて、現代のその割とポップで展開の早いエンターテインメントに慣れている子どもたちにとっては少しまあつまらないっていう部分はあるのかなと。はい、と同時に20年間もロングランでやっているようなものですので、よくできた部分があり、それでまあみんな喜んでたんです。はい、以上です。じゃあね、はい、それではどうも。はい、ブス君、またねって。